それではね、地球物理学という詐欺のビデオのに作っていきます。これもね、続きです。竹内の金ちゃんがね、73年の映画「日本沈没」の中でね、総理たちにですね、その地球の構造についてね、地震の起こるメカニズムについて、マントル対流について、そして大陸移動説について説明しているところですね。はい、続きをいきましょう。しかし、いつの下にその流れが誰も見たことないんだろ。いえ、みんながそれを見ています。地震まんまですよね、その 金ちゃんの声がいいからね、なんか説得力あるよね。それじゃあ、大西洋中央海嶺から始めてください。大西洋中央海嶺です。大西洋ですね。大西洋には先ほどの海底山脈がちょうど中央部を走っております。この魚の骨のようなここへものが湧き出してきて左右へ動いていくというわけで、あのね、これおかしいんですよ。大西洋中央海嶺ね、そうで、これはね、あの Google Earth でもね見れますけれども、 Google Earth 自体がね偽物なんでね、そうだから、その南極だって火星だって書いてあるわけでしょ。そう、 Google Earth っていうのは Google ですからね、グルですからねフリーメイソン企業ですからね。で、この一つ言えることはね、この金ちゃんのプレゼンの中で体勢を変え、これね、湧き出してきました、横に引っ張られました。なんで亀裂が横に入るんですか。サキイカでも何でもいいですよ、あるいは避けるチーズでもいいですよ皆さんね、こう引っ張ってみてください。何かを引っ張っていった時にどう亀裂が入ってきますか。湧き出してきてね、で山が中央に盛り上がってきた、それマントル対流でね、こうやって吹き出し口でこうやって上がってきましたと、ね、そしてそこを盛り上がりましたと、かつ大陸プレートがずっとね、西と東に分かれていくんですと、引っ張られていくんですと、で亀裂が横に入りますか。サキイカとか横に引っ張ってみてください。避けるチーズとか、そう、避けるチーズあるでしょあれを横に引っ張って亀裂どう入りますか。その動きに乗って大陸が非常にゆっくりとではありますが移動していったと考えられています。もともとはこういうふうに一つにくっついていた大陸がこの辺りに湧き出して散らした海流に乗って動いていって、そして現在のような配置に落ち着いた、そういうように考えられているわけです。だからそういうふうにこう言えって、でそういうことをちゃんとこうこの学説を支持する学者が出世して東京大学教授なわけですよ。だからその僕のツッコミはね、彼はその地球物理学っていうので地球は自転してるわけでしょ、ね、そしたらその回転のエネルギーでね、その表面に浮いてるものはどうなりますか。赤道のところにね、その集まらないとおかしいでしょ。大陸がそうやって浮いてるものだとしたらですよ、なんかこうやって分かれていくっていう説明が全くそので、あの矛盾してるんですよ。だから地球物理学っていうのと分けて、なんで嘘が分からないようにしてあるかっていうと、学問っていうのがこういうふうに一つ一つセクショナリズムで分けられてるんですよ。いいですか。これも手なの。そのコンパートメンタライゼーションっていうんだけど、その例えば秘密をその作ろうとした時に大きな嘘をねつく場合にですよ、一つ一つのセクションはそう分けていくんですよ。地球物理学、ね、その中での学問をその中で自己完結してる、そしてそこは論理矛盾がないように作ってあるつもり、ところが例えばもう一つのね、その天文学という学問の中ではね、地球は回転してるって言ってる、そして地球の表面の水も空気もね一緒に動いてるんだ、
コリオリの力であると。そしてその遠心力で飛んでいかないのは重力という摩訶不思議な力によってであると説明しているわけ。これはね、大きな秘密を守るときにね、セクションをずっと分けていくんです。そしてそれぞれの人たちは Need to know basis、 その必要に応じてそのペイグレーだとかその階級だとかでね、ここまでの秘密しか教えませんというふうにする。そうすると守られるのよ。で、どうしてかというと、セクションを分けといて、対象実験みたいなことでもそうですよ。例えばビキニ環礁で A という島でその水爆の実験をした、で B という島ではその対象実験をしてますと。でそこで働いてる人たちとかでそのいるわけでしょ。でそこから秘密が漏れちゃいけないわけよ。実は水爆というのは存在しないっていうことをね。じゃあどう説明するかっていうと、そこで工事している人たちとかなんとか全部皆殺しにすることはできないので、そうだから、いやこれはね、対象実験としてね、ここはあの C4 爆弾を爆発させるだけだよと。だからその本物の水爆っていうのは、ほらずっと見てごらん、向こうのあの島であるでしょ、あそこで建設してるでしょ、あっちで本物の水爆を爆発させるんだよ、これは対象実験なんだよっていう嘘を納得するわけですよ、その工事関係者。あ、そうかって。で秘密が守られるわけで、向こうのね島でも同じことを言うわけだから、全部がそのコンパートメンタライゼーションで、その分けられることで、 NASA でも何でもエンジンを作ってる人、何を作ってる人、何を管理してる人という人たちは、そのことだけを信じてるから大きな嘘に気がつかない、あるいは本当に上の人しか本当のことは教えられない。これがコンバットメタライザーションのやり方なんですね。階級を分けていく。でそれを見破るには、学際的に見ていく方法しかないんです。だからこの地球物理学の嘘っていうものをね、こうやって見えてくるわけです。そうだからね、そうここで矛盾してくるわけでしょ、その天文学のでその言ってることと自転してるのに、その自転の回転のね、そのコリオリの力はその大陸プレートには働かないっておかしいでしょ。つまり大陸の移動とマントル大陸が関係あるというわけですね。次は今度話を太平洋へ移してみましょう。太平洋ではこの辺りに海底山脈があります。海水を取り去ってみます。背骨が現れて、ここへものが湧き出してきて、水平に太平洋を横切って動いてきて、日本海溝の辺りで沈み込むというわけです。その動きに引っ張られて、日本列島の先っぽが入ってきます。時々ずるっと戻ります。このずるっとした動きが地震です。地震に伴って、この断層説ってやつね、断層でこの、ね、こんにゃくがこう、大陸プレートが潜り込んできてね、そしてそのこんにゃくがこうグーッと引っ張られてプッと戻る、これが、ね、地震なんだよっていうね、こんにゃく地震ですね。皆さんこんにゃくで騙されてるんですよ、東京大学の先生に。で上がってきたものが火山というわけです。こういうように地震も火山も地下の動きに関係しているというわけなんですが、お分かりいただいたでしょうか。納得しちゃった説得されちゃったよ、説得されちゃったよはい、じゃあね、本当のことを話しますね。本当の姿ってのはフラットアースです。でさっきのその金ちゃんが言ってたね、背骨ね、地図がまず違うわけだからね。あれはそのステレオプロジェクションマッピング、本当はね、その球体をね、球体だっていうことで言ってるわけだけれども、実際はこうなんですよ、フラットアースだからね。そうで それで言うと、さっきのここアトランティスって書いてますよね。この赤いのが大陸です。そうミオイタミアラね、レムリアアトランティスで、
さっき僕が言ったでしょ、その背骨に当たる部分がアトランティス、大西洋がアトランティスです。ここに細長い大陸がありました、ね、3日、これは1日じゃないんです。3日で高等生命体様に沈められたアトランティスというその文明がありました。そして太平洋ですね、そうミオイとタミアラ、ね、という大陸がありました。で日本はね、実はこの今6っていう数字になってるでしょ。で反対がタミアラっていう大陸があったんですが、これが9の形なんですよ。そう、あちょっと書き間違えちゃうかな。9書かなきゃいけない。9ってどこか。9だ。だからこうか。こう書かなきゃいけない。そう。ね。そう。手作り。手作り色満載でしょ。そうだから9だから。タミアラはこうだね。こうあって、こういうふうに。これでいいかな。そう、こういう大陸なんですよ。があったんです。で、ついでに話すね、このミオイのところね、ちょっと今、消してみると少しわかるんだけど、ここに今、日本列島があるでしょ。そう、で、弓なりが、日本列島はこういうふうに今、弓なりがこう、こういう弓なりになってるじゃないですか。ね、あの何て言ったらいいのか、ね、弓なり、まあ皆さん日本地図を知ってらっしゃるからね。だけどこれが反対の弓なりだったわけです。だから今の弓なりじゃなくてね、こうここだけ拡大して書くとね、もうちょっと大きく書こうかな。そう、逆側の弓なりになってたわけです。日本列島ってこういうふうにね、そう、今はここがこういう弓なりでしょ。こちらに北海道があって、ここに四国があって、もうここに九州があって、こういう弓なりじゃないですか。でももともとは逆を向いてた弓なりだったんです。まあいずれにしてもこのミオイもタミアラも沈められたんです。一回ね。そう。そして一番最初に40日間沈められて、そして一番最初に日本列島のところで浮かび上がってきたのが白山なんです。白山。でそこにその舞い降りたんです。白山の上に。それが今の今回のその日本の文明の始まりなんです。その前もあったんですよ。だから一回こうリセットされて。時の話ですね。そう、白山から始まってます。さあでこのインド洋のところのレムリアね、これも沈められちゃったんです。まあいずれにしても次のビデオでねまたお話しますね。